いい涙目。どんな技がいいんだろうな。程よいのって難しくない？考えんの。新しい要素って難しいよね。ゼロから1を生み出すのってやっぱ難しいんだなって思う。バランスとかも考えて、しかもそれをさ結構な頻度でやってるわけじゃん。だから開発者の人たちってすごいなって思う。んでもってそれだけじゃないじゃん、仕事って。バグがないかどうか調査したりさ。いや本当にすごいよね。頭上がらんで。でも最近はあれなのか、回復系のキャラがいないのか。回復系っていうか、なんかもうちょい、でもワットソンとライフラインがいるからあれなのか。そう、ライフラ的なね。あとデブキャラ、タンク系があんまいないのか。最近はシアも索敵系で、ホライゾンもどっちかというと戦闘系じゃん。バルキリーも索敵系だし、敵のスキル無効化、それレブナントだね。レブナントの黙れ玉がいわゆるそれだから。どんなのがいいんだろう。姿消えるレイスみたいな、レイスとかミラージュ。回復系のキャラでさ、なんか他のキャラよりあのセルのスタックが多いとかがいいな。バッテリーは1個2本じゃん、それ3本になるとかさ。運び屋さん、そう、ヒューズのグレ的なね。2倍はちょっとやりすぎだから。そうそうそう、自分で遮蔽物作れる、ランパート的な。でもバテンそんだけ持ってたら強いよね。セルは今4だから6とかね。すごいいい。でもクラフト系のキャラはいてもいい気するな。なんかね、てかクラフト系のキャラはいていいよね。セル4つあったらバッテリー1本にできる的なね。アイテム作る系、錬金術師的なね。おもろそう。まあ老婆的な。そうだね。ウルトで簡易的なレプリケーター的なやつポンって出せてさ。それは面白そう。アビリティが確かに難しそうだな。なんか生み出す系がいいだろうな。ダウンした敵運べない。おもろいね。フォートナイト的な、ダウンした敵担いで。どっかに連れて行っちゃう。いじめ。それやると多分あれだろうな、なんだろう、民度の問題に関わってくる気がするからないんだろうな。
絶対煽りに使われるじゃん。そうそうそう。うん。おちょこありがとう。味方限定なら助けてもらえる。確かに味方、あ、でもどうなんだろう。味方持ち運べるんだったらいいよね。ダウンした味方、こう、抱えて走る。ライフラでいいやんけ。確かに。でもライフラあれなくなったからな、あのなんかシールドみたいな、起こすときのあのシールドあるかないかってめちゃめちゃでかくない？あれでかかったよな。あの裏で回復できたしな、シールドあったら。お茶まくありがとう。なんか最近さ、すっごい、じゃこの話していいのかわかんないんだけどさ、あのね、あの、まず自撮りを送るようになったんですよ。あの、お茶爆くれた人にね。なんか、お茶爆ありがとうっていうやつ、送ってるんだけど、お茶爆のね、あの、数がね、2倍くらいになったんよね。みんな、あれ、そう、送る人めっちゃ増えて、嬉しい限り、ありがたい。うん。みんな自撮り欲しいんだなって。みんな露骨で草。いや、可愛くないでも。欲しい欲しいって可愛いなって思ってるよ。うん。今日祭りの太ももの写真にしようかな。部屋着の、部屋着の太ももか、部屋着の自撮りにしようかな。今日はめっちゃレアだと思う。部屋着なんてもう1年以上着てないよね。うん。そう、最近部屋着見れてないから、部屋着 2.0 まだ、あのねま、うん、まだっちゃまだっちゃまだっちゃまだかな。もうちょっと待ってね。おっとっとと、ん、あ、もうちょいかな、もうちょいってか。部屋着見たことない人もいっぱいいるでしょ。だってここ1年見せてないから、部屋着ね、うんうん、だから楽しみにしててください。ないですね。今日お茶バッグくれた人は見せます。アーカイブとか切り抜きとかでしょ。うん。部屋着、そう、エビフライオン抱いてるやつ。そう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 。あの、ドチャシコ。ドチャシコ？部屋着ね。うん。やめなー。でも、ドチャシコじゃない？肌面積多い。うん。いきなり向こうはね、やめて。はにゃ？うん、しこいのは否定しない。いや、あれの 2.0、出てみ？わぁ、ってなんでよ。てか、あれをね、1年以上出してないってことは、あれを出したら絶対エッチなイラストが増える自信があるんよ。祭りは。絶対増えるよね、 2.0 お披露目とか言ってさ。うん、
あれパンツ履いてんの？ご想像にお任せするよ。うん。おパンツは。楽しみ。楽しみにしてて。2.0 な、早くできないかね。いつなんだろうな。でも絶対来るよね。だって衣装もったいなくね。ん？パパ？パパいる？パパ、なんて言ってる？え？見当たらないんだけど。なんて言ってた？パパ、健全だって。いや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 、あの部屋着作った時のことを思い出してよ。松井とさ、通話してさ、なんか、もうちょい布なくていいんじゃないとか言って、もっといける、もっといけるっつって。最悪ダメだったら、あの、運営さんから NG 来るからいけるよとか言って、やったじゃん。忘れたの？忘れないでよ。もっと切っちゃっていいんじゃないとか言って。行けるところに行こうよって。やったじゃん。ねえ。ノリノリだったじゃん。そうだよね。うん。忘れてた？ね、まあ、松井とね、パパは趣味が同じなんですよ。ロリコンなんで、パパも。松井も。そう、血だね。そう、血だよ。親に似るんだな。そうだよ。ロリコンの血。でもパパマジでね、優しいんだよ。松井と唯一違うとこはね、多分性格の良さ。マジで優しい。うん。本当に優しいんだよね。松井ちゃんは？松井ちゃんはもうカス。うん。カスカス。どうだろう？わかんないけど。相手によるかな。松井のこと好いてくれる人には優しいけど。パソコンのファンの音、うん。これでしょ？これは、洗濯機の音。松井ちゃんも優しいじゃん。それは、もう、好いてくれてるからだよ。うん。松井はね、松井のこと好きな人には優しいけど、松井のこと嫌いな人には優しくない。みんなそう。じゃあそうか。でも松井自分から嫌うことはね、あんまない。よっぽど。うん。てか、熱くなってきちゃった。ほてってきちゃった。お風呂上がろうかな。大丈夫？ちょっと熱い。じゃあ今日は部屋着をね、見せるのでね、お茶爆くれた人楽しみにしててください。お茶爆50以上の方ですね。50、100、500の方はお楽しみにしていてください。エッチの写真。エッチの写真見せちゃうよ。どっちゃしこって。松しこ許可。もうザごちそうさまでしたって言っといてね。あれだったらしたらしたらそしたら、うん、したらそしたら春だよー、花が咲いたよ、花が咲いたよ。報告欲しいの？うん。ああ、この人はエッチな人だなーって思う。じゃあまたねー。お茶をくれた人ありがとう。
じゃあねー、バイバイ、大好きよー。